とう始まったわね。あんたの物語が、あんたの物語がバッドエンドになるかハッピーエンドになるかは神のみぞ知る。ただまあ基本的にあんたは状況に振り回されるばっかりで、ぶっちゃけ置いてけぼりになると思うから、私の方からいろいろ補足してあげる。そのためにこの幕間の私との対話があるわ。あんたにとっては夢みたいなものだし、すぐに忘れられちゃうんだろうけど、ちょっとでも何かが残ることを期待して言葉を紡いでいくわ。ともあれ、まずは前提から。記憶喪失の主人公であるあんたと従者のコッコロタンは、約1ヶ月間ランドソルで日銭を稼ぎながらホテル暮らしをすることになったのよ。ちなみにコッコロタン以外の子ペコリーヌちゃんたちとはホテル暮らしを始める前に一旦お別れしてるわ。同じ町で暮らしてるし、たまに会ったりはしてるみたいだけどね。その間にあんたはたくさんの女の子たちと出会っているの。数えてみたらだいたい40人以上の女の子たちとね。そして会話し交流し、どんどん仲良くなってるわ。え？そんなの記憶にないって？本当にそうかしら。よーく思い出してみて。ちょっと真面目に記憶をひっくり返して探してみれば、あんたと女の子たちとの出会いや交流の物語が見つかるはずよ。彼女らの発言の中に聞いたことがない単語なんかが出てきても、あんたはもしかしたらどっかでその単語を聞いて意味を教えてもらってるかもね。それらの情報やあんたの経験を組み合わせて、あんたはこの世界やあんた自身が抱えてる謎を解いていかなくちゃいけない。あんたがあんたであるためにね。そしてこの歪んでおかしくなってる世界を正すために。おっと、最初からダラダラと喋っちゃダメね。長話はこれで一区切りにするから、あんたはあんたの物語を満喫しなさい。あんたの人生をね。道に迷ったら私が導いてあげるから。